めっちゃ目がかゆい。さっきからずっと。久しぶりに見えた。あら。久しぶり。あおちゃんさん、デブニャさん、ともきさん、なおくんさん、ありがとう。ありがとう。みちの声好きすぎた。何で？スカパラダさん、ダダダダムダさん、りょうへいさん、ポンポンポンタさん、ありがとう。めっちゃ目がかゆい。本当にかゆいんです。ギルスさん、ありがとう。みちの口申し込んだ。お、Thank you。 嬉しい。ふーちゃんの恋人にしたいランキング1位みちでした。イエーイ、嬉しい。セプトメターされました。お、ありがとう。ゆうなこん帰り、なー、楽しかったですか。誕生日でした、ごめんなさい。今日？今日？坪井祐介さん、大崎上島のカズさん、ありがとうございます。前髪少なめ、飛んでった。夏みかんさん、なあなあさん、パオシさん、ありがとう。今日もサンチさんに投票したよ。お、してー、ぜひ。かひ、あれ、今日本当にね、目がかゆいの。他の誕生日ランキング、他の恋人にしたいランキングに、いえ、今日か、ばあさん、ばあさん、お誕生日おめでとうございます。よっ、よいしょ。おばあさん、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。おふさん、誕生日おめでとう。よっ、よいしょ。おふさん、おめでとう。におめでとうございます。おふ、おふ、うちの配信来るとみんながみんなの誕生日祝っていて、いい世界だと感じる。それな、私も思う。それ、うわ、おふさんめっちゃ可愛いだわ。ありがとうございます。めっちゃ可愛いだわ、ありがとう。
来月はみちの誕生日。ほんとだ。どうする？もう2月。もう22ですよ、今日。22日。配信前寝てました。ありがとう。いえいえ、う嬉しい。え、こんばんは。おっさん、20歳になってほしいけど19のままでいてほしい。俺もいます。わかる。でもそれ、かわいい子してかわいい雰囲気。ささ最高。最近自分が書く字が好き。ありがとうございます。ありがとう。おめでとう。いい古川以上。みちキャプテン。かわいいもセクシーも両方持ってる。いえ。眠いの。なんか今日ずっと。目の中になんか入ってる気分になるんですよね。なんでか分からんけど、もうそれが嫌で嫌で、そうゴロゴロする感じがする。ずっと花粉症？花粉なんかな。それ俺もそんな感じだった。すごいやよね。iPhone配信見てて大体じゃなくて、握手をやっちゃうのどうにかしたい。つばゆうすけさん、まぜさん、だだだだむださん、おふさん、かすみそうさん、さいねんさん、スカパーダさん、ありがとうございます。しめじとまいたけどっちが好き？しめじってどんなんだっけ。あー、ザキノコか。普通に食べるんだったらしめじがいいけど、
なんかお鍋の時は舞茸の方が好きかもしれない。ケイトが便利なアイライナー発売するし、何それ。ひろしげさんありがとう。メーカー装置ね、舞茸は天ぷら、あ、確かに。タイガーさんマッサージありがとう。やっぱ松茸。いや私はエリンギしか勝たん。エリンギ Only you。今エリンギって言ってた。遅かったな。俺はブナシメジしか買わん。ブナシメジ、ブナがついたシメジってどんなの。ナマケモノさんお誕生日おめでとう。よいしょ。ナマケモノさんおめでとう。おめでとうございます。おめでとう。素敵な一年になりますように。毒キノコは舌がピリピリする。食べたことあるの。夜ご飯レーズンパンは新公園に2期生は出ないの。わかんないですね。でも2期は今木体公園の練習してるんじゃないのか。ないのかなっていうかしてますからね。初日も控えてるし。みちはトリュフって感じ。うわ眠そう。高級感ある顔してる。何そりゃ、何そりゃ、なんだそりゃ。マッチーさんありがとう。リップクラランス毎月みちに会える券申し込みてます。みちに会える券ありがとう。うん、アディダスがポケモンコラボスニーカー出すって、見たい。任天堂といえばみちゅって思考になってきた。イエーイ。ポケモンゴーやってる。最近スニーカー買いました。買ってない。でもスニーカー大好き。靴のサイズは 23.5。 5 5 5 5 5 5 5。 リーボック好きそう。ポンプが好き、好きっていうかかっこいいなって思って
そう、買った、この前ね、ずっと使ってるポンプフューリー。そう、はたいた、はたきましたね、たい、お金を。ちゃんとしてアディダス着てたらのんちゃんにいいねって言われた。うんふん、かわいい。リーボックはポンプ以外もえ、でも使ってるよ、ポンプじゃないやつ。なんかでもウォーキングシューズみたいなやつをなんかレッスン靴にしてるけど、なんかすぐ脱げるんよね。そう、じゃけんちょっと変えたいなって思ってたところだ。中靴でポンプ欲しいなって思って、ポンプを今ちょっと探してた。そう、鬼塚、あ、鬼塚タイガー。インソール入れて紐を強めに結ぶといいよ。いや、インソール入れたらもう脱げちゃう。ポリゴンで可愛かった。可愛さそう。え、ポリゴン系の色なの？一応スニーカーのイメージついから、たまにヒールっぽいの履いてないやんってなる。そう、スニーカーばっかり履くの。ジャケンって普通に使う言葉なの。うん、使いますよ。ピヨピヨサンダルね、使う、何それ。ピャーピャーって言うってかな。鬼塚大河ってアシックスの、そうなん、うん、知らんかった。ピカチュウの尻尾ついたのもやってた。あ、売ってたね、知ってる。昨日アナちゃんの配信見てたらコメント欄に道出てきた。ああ、私も同じ気持ちでしたよ。お、私の配信にいてくださる方がいるよって出てきたって。ナイキが鬼塚に勉強しに来てた。うん、同じ気持ち。安全靴って何？へえ、履けますね。か、結構良さげだ。先に鉄板が入ってるけどね。パーセル、そばにギターない、今下にある。安全靴っていうあれを初めて聞きました、単語。物が落ちても大丈夫な靴。ああ、つま先が保護されるってこと。T シャツもある。すげえ。シルバーのテカテカの靴。そんな履いとったっけ。ああ。星が書いてある厚底みたいなやつ。厚底っていうか、普通に高いやつ。高
高さが。靴もいろいろあるんですね。前髪が大変。首のそれ、あれ？2番みゆみゆが結んだ普通にあの パーカーの2番首の書いてないね。やっほー。ゆきさん、くま、ありがとう。くま。毎日パーカー着てるイメージ。パーカー大好き。それキュッとしてないけどそわそわせん。なんかそれがいい。歌声が普段の喋り方と違くてそれも好き。やったー。夏にパーカー来る。わあ、嬉しい。夏用パーカー。今日の服キュート。いえ、ミルクフェド好きですか？これミルクフェドだね。この服。なんでわかった？でもミルクフェドってちょっとだけもうなんか全然知らんけど本当に私的に言うとちょっとなんか高校生って感じするじゃん。分からんけどね。じゃあちょっと X ガールにしたい。ミルクフェドって可愛いよね。そう、同じなんですけど、お店っていうか、なんて言ったらいいんだろう、系列 X ガールの中にミルクフェドが入ってるっていう感じ。パルコはメリージェニーにしよう。メリージェニー可愛いよね。自分っぽくないけど、あんまり福ちゃんとかメリージェニー結構着てる。福ちゃん、ふーちゃん、ひなちゃんとか感じする。ちょっとかわよさい、かわよさめな感じ。
見てみよう。メリージェニー、あとで。レモンの入れ物なんで？なんでここで言ったん？面白い。言うところがなかったん？ここで言ってみたの？面白い。カズさん、クマありがとう。Thank you。前髪がな、パッツンにしたいけどどうしようって感じ。みかんの入れ物、それはちょっとかかってないですね。惜しい惜しい。三角。まあまあ、久しぶりにモノマネして、おいしょおいしょ、リンゴリンゴ、丸のプリンはまだかの、丸はプリンが食べたくて仕方ないでおじゃる。かゆまーかゆまー、おじゃる丸さま、わたくしリンゴ三十郎、プリンを作ってまいります。おいしょ、そなたが作るのかの。しっと、予想外のクオリティやめてくれ。うまいんよ自分。おじゃる丸は一人おじゃる丸できるかもっていうぐらい。そう、おじゃる丸様、おじゃる丸様、おじゃ、こうにニラが来たのかな。おじゃる丸、これはできん。青べができん。おじゃる丸、聞いて驚け、見て笑え。なんだっけその後なんて言うっけ。今日こそエンマ大王様の尺を返してもらうよ。あ、アオベめっちゃむずい。キンくんひよこじゃないピー。
今度の握手それでいいんですか？2期生の鈴木あやパンが店に早く帰っていて、あ、ご指名嬉しい。私も会いたいって言ってん。そんなに男声できる。我が今様の一の子分むず。難しいな。おいしょ。今日こそエンマ大王様の尺を返してもらうよ。キスピン。上手くなっとるキスケ。おいしょ。おいしょ。おじゃのミックスのは何じゃそれ。おいしょ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 、おいしょ、おいしょ、しゃしゃ。今日ひなちゃんに初期メロ工事を作ってねって言った。うん。3番目が一番にったやさん。そんなことある。でもなんかニヤニヤしながら作ってた。言いたいことがあるんだよ。やっぱり美月が初期メロだ。初期式なんて言っちゃったっけな。初期メロ初期メロ初期メロって言っとったひなちゃん。めっちゃ面白かった。もうひなちゃんがツボすぎて最近なんかスタッカートついとった。めっちゃ面白かった。ひなちゃん面白い。多分あのリズムにはまらんかったけスタッカートつけてた。シュッキメロシュッキメロだって。ウケる。おじゃる丸工場作りましょう。言いたいことがあるんじゃよ。あのこれは工場なんて言ったんだろう。これはガチ恋工場をもじってるんですもんね。パン祭りの原理からしたら 4-8 を言葉で埋めればいいのか。最初って難しいよね。あの出だしって。プリンよりも。
おじゃ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 じゃじゃあ言いたいことがおじゃる丸うんまいかぽんうんちっちゃいモノクロームみんな好き金さん銀さんがいいたいこと言わせたもやっぱりそなたは そなただろうね みやびじゃの おー 言いたいこと言わせたもやっぱりそなたはみやびじゃのすごいすごいシュキシュキメロメロシュキメロシュキメロシュキメロ言いたいことを言わせたもやっぱりそなたはみやびじゃのしいね、おじゃおじゃむずいにゃんちゅうにゃんちゅうね、昔はできとったのにな。今日、レッスン着がおしゃれと褒められた。ふーちゃんに。やっと見つけたおじゃるさん。レッスンの時でメイクしていく子いる？私するよ。洗濯機もあるけど。テンション上がる。やっと見つけたおじゃるさん。マロが生まれてきた理由それはそなたとプリンタもマロといマロをおぶって人生歩もうんいきなり一行だけ電ボあれ聞きたいゴージャスさんのやつ一回聞きたい練習してみなさんゴージャスさんの工場
パン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 ポケモンパンフレッシュブレッド伊藤パン松田がこう松田がこう山崎春のパン祭り、すいません松田がこさんくて好きだった。こんばんは。足が細くなりたい。何にもせずに。僕何もしなかったけど足遅くなった。なんで？ああ、無謀の夢。私の無謀の夢は何もせずに痩せたい。足が痩せた足が。ダンスしても痩せないんですよね。その分食べるからかな。包帯をしている私の手首は恋したかすだけ死ぬしがる。昨日言った言葉は今日覚えているとは限らない。わからんなんて咲いてペラペラ喋りすぎて昨日言った言葉を今日覚えているとは限らない。一度ああ、そうだ。昨日言った言葉は今日覚えているとは限らない。気の抜けたコーラは一度別れた男そのキスみたいな味がする。で、喧嘩をするなら高架線の下で電車が通った時にしようよ。なんて咲いてペラペラ喋りすぎて自分のことが嫌いになる。こう見えてあの頃はね無口だったんだよ。ちゃちゃちゃだらしない仕方で自分を傷つけた。
ジャズっぽい曲他に何か見つかった？見つかってない。48グループで引き身に巡り合いフォーリーなんだけど気持ちを飛び込み元気どうでもいい話をしてミランカーブリさよなんだ次に会った時には好きすぎて目を合わせることもできなかったこっちないしょうがないありえない進行はみちの T シャツカラーは白で OK OK みちさんはゾウに似てる。どこが？鼻が長い。ありえない。恋をす。ねね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 ね。いつの恋をすんでた。誰もがいつの間にかそれ以前と人が変わるもんだよまるで別人のように自分から望んでいるのかロマンティック病ここ公園でさマイクが当たって怪我して大変なことになってる悲しい大変自分から望んでいるのかロマンティック妙ふわりふわり浮き上がれ現実は忘れよう悲しみはここに捨てて心軽くなって夢を見ればまだ色ふわりふわり浮き上がれときめきを思い出せこの思いが叶わなくても今の僕は最高だラブバルーンラップは聞かないの。え、聞く。モバイルサイトの恋みくじ。お。チューしようぜ。そう、クリーピーナッツ聞いたこの前。なんだっけ。おかしな二人だっけ。友達の車の中で流れてめっちゃ耳に残ってポケセン広島ってソファーとパルコだったっけソファーですよ足りない二人だそれだ足りない二人ダンスフロアに鮮やかな光でも足りない2人しか知らん友達の車で流れ撮ったやつしか知らんクリーピーナッツさんオレだタタラタラタタタタタタラタラタタタタタタラティンクリーピーナッツイエーイみたいなやつネバーヤングビーチさんネバーヤングザビーチだっけなんか聞いたことあるなんだろうにょどかわいった高橋一生の弟さんえ、そうなんですか知らんかった
出た。今ユニゾンのね iPhone ケース、あの B サイド C サイドの間に合った、やっほー。あ、そうなんや。しっかりたくさん撮ってありがとう。君の瞳に恋してないこともない。どういうこと？二重否定難しい。君の瞳に恋なんてしてないけど分かる。ユニゾン聞いてみたけどまだ良き曲に出会えてない。いい曲しかないのに。でも私はバチガイハミングバードか黄昏インザスパイがザ良き曲って感じの曲な気がする。良き曲と言ったら自分はサンタクロースは渋滞中とか好きじゃけど、何が好き？皆さんは。マヒョーナスノーリバースいいね。スノーアンサー静かに涙目のその後でフライデーノベルス冷静さは保てらんない。何さもいつでも楽しみに待ってたりする。自分もね、なんか人の聴いてる曲知りたいですもん。フルカラープログラム、うん、オリオンもなぞる、あーオリオンもなぞるも名曲って感じだな。なんかあのいい曲っていうか、万人受けっていうかって感じの曲な気がする気がする。インビシブルセンセーションいいよね。自分も人の聞いとる曲知りたいけん、私も黒需要があるかしら。でも最近なんだろうな、あんま聞いてない。聞いてるけどなんかそんな新しい曲いっぱい聞いたりしてないんよね。でも新しい曲に出会う機会って大切じゃもんね。よい、リクライトーキー、いやあのね、あの LINE ミュージックの月額なんですよ。で撮ろうと思うと撮れるんだけど、新しい曲を聴いてるかっていうと聴いてないよね。
ぐるぐるしてる最近いろんな。We love dance and music lovers とか好き。おしゃれな気分になるよね。あれだけミシュがヒゲダンと言っても全く聞いてない。なんで？でももうヒゲダンって言わんかもしれん。みんな言うから。そういえば今日ギター弾いたって聞いたけど、なんで知ってるの？それでは壇上を読んでいきたいと思います。13位、カズさん。12位、パフィンさん。私だ、俺だ。ヒゲダンさんはもう私が言わなくても、言わずとも、まあ言わ、もう前からそうだったけど、なんか自分が言わなくても多分皆さんも耳にする機会が多い気がする。歌番組も出るしって言うね。そうそう、言わずもがな。そうそう。11位、キョンシーさん。10位、ギルスさん。9位、あ、これ大変。ラララダムナさん。8位、坪井ゆうすけさん。7位、ゆじ太郎さん。平成。6位、こもちんさん。5位、シリバーさん、ははハロウィン。4位、ゆきさん、もじゃもじゃ。3位、てっさん。2位、つーもさん。そして1位はぬるるんじゃん、オフさん。ありがとう、お誕生日おめでとう、おめでとう。そして今日のラッキーナンバー22はぬるるんじゃん、きみさん、ラッキーボーイ。それでは今日も一日お疲れ様でした。ありがとう、ロベチャップ、おやすみちゅう、また明日。まだね、握手会待ってます、ツアーも待ってます。明日も葵ちゃん